酒井高田です。本日はですね9月の28日、10月もですねあと2日で、まあ、終わりですけども、まあ9月最後のちょっとお散歩っていうことで、桜田町駅に来ております。で目の前にありますタワーが、ランドマークタワーでございます。上が69階フロアでですね、上の69階が展望フロアとなっております。今から僕はどこに行くかっていうと、以前ご紹介しました、シンボルタワーの方面に、これから行っていきたいと思います。ただですね、シンボルタワーと海尻山はですね、台風15号の影響に受けまして、今閉鎖されております。でその関係で、まあ、バスはですね海尻山バスとシンボルタワーっていう系統の行き先は書いておりますけども、 G 特定入り口っていうところまでしかバス行かないので、もし利用されるお客様はですねご了承くださいっていうような感じです。まあ多分使う人もね多分あまりいないと思います、住民の人なんでね。でここにですね、スイカの 社長を持ってきてます。JR 東日本のスイカの社長ですね。これ普段ちょっと自分持ち歩いております。まあね、JR 乗るとき大体ねこれ持ち歩いてね旅した方が結構楽しいですからね。スイカの社長です。赤いクスバスですもありますね。結構桜田町も結構新しくビルが新しく建ったりとかあれして、なんですかね、なんか目の前になんか W ワールドカップのこれ誰かわかんないけどなんか巨大なあれが飾っておりますね。これ選手の名前がわかんないんですけど、今日本で結構 W ワールドカップをやってらっしゃるんでね、なんか本目行きのバスがなんか発車するみたいで、まあ結構この W を思い出しますと、サンドウィッチマンのね富澤さんと伊達さんが高校時代 W 部だったらしいんでね、結構 W ワールドカップもいいですよね。ただボールの形がなんかアメフトと W とちょっと似てるって言うんですけど、アメフトはタッチダウンで、W はトライなんですよね。でなんかその試合が終わるときになんかなんかゲームセット、普通のゲームだったらゲームセットっていうみたいなんですよ。なんか言うらしいんですよね。なんで結構あれですけども、まあこれからまた貨物列車取り組んでまた帰り寄ったらまた動画回したいと思います。それでは一旦カットします。